先生今日はありがとうございました。今日やってみて感想一言お願いします。普段はこんな若い皆さんとやったことがないのでとっても楽しみにしてきたんですけれども期待通りで皆さん柔らかくてとっても良かったです。ありがとうございました。また、機会あったら来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。徳田先生今日は一日ありがとうございました。一言感想お願いします。まあ、教えてて普段学生を教えることはあんまないんですけど子供たちを教えることはもう学生はないので、自分にとってもなんかいい勉強になったかなと今日は思います。ありがとうございました。まどか先生いかがでしたか。学生と一緒に楽しかったことができてとても楽しかったです。あもちろんちっちゃい子供は一緒に楽しかったです。私はこんなに合わせたことでも行ったら先生はじゃあその辺の問題はカップルの問題だと思うので帰ってからよろしくお願いします。じゃあ今回ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。中泉先生、ジュリア先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。スタンダードの講習した感想を一言お願いします。そうですね、ジュニアの子の若いエネルギーというかフレッシュなエネルギーを見せていただいて、まあ、教えている僕たちもその元気とパワーをもらいました。もらいました。ジュリア先生いかがでしたか。めちゃめちゃ楽しかったです。はい、じゃあまた機会ありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。メイクの講習した感想一言お願いします。はい、やはり皆様素直に聞いていただいて反応もたくさんいただけたのでぜひ参考になったのかなって思って、次回につなげたいなと思っておりますがわからないことがあればぜひチャコットに来てください。はい、よろしくお願いします。じゃあまた機会あったらお願いします。ありがとうございました。